えでは、英検2級の二次面接の練習です。ここに例題を作りました。えー、とまず、英語から読んでいくんですけれども、日本語を書きましたので、日本語をまず最初に音読してみましょう。1,2,3健康的な食習慣。多くの人にとって毎日健康的な食事を作る時間を見つけるのは難しいことです。このため、ますます多くの企業が顧客に健康的な食事の宅配、 配達サービスを提供し始めています。利便性のためにこれらのサービスを選択する人もいます。このようにしてより健康的な食事をとることができます。このようなサービスは都市部や農村部を含むさまざまな地域でも利用できるようになっています。じゃあ、英語読んでいきましょうね。これが本当のやつね。音読します。せーの。Healthy eating habits.For many people, finding time to cook healthy meals. Every day can be a challenge. For this reason, more and more companies are starting to offer healthy meal delivery services to their customers. Some people choose these services for their convenience. In this way, they can eat healthier meals. Such services are also becoming available in various regions, including urban and rural areas. Jamunda こ読します according to the passage, what do some people do for their convenience? えっと、まあ、何かの人々は便利が、便利だからといって何をやっていますかっていうんですけれども、これは、このコンビニエンスとかねある、あ、これありましたよね。これらのサービスを選ぶって言ってますよね。これ、どのサービスかっていうと、 これですよね。ヘルシーミールデリバリーサービス。これ答えですよね。じゃあそのまま行きましょうか。They choose healthy meal delivery services.2、はい、番。Now please look at the picture and describe the situation.You have 20 seconds to prepare.Your story should begin with the sentence on the card.20 秒考えてで言うんですけれども、英語でね、こういうふうにね。 日本語をまず読んおきましょう。せーの。これ、えっと、青いところが書いてあるやつ。あのカードに書いてあるやつ。で自分で考えるのはここの,このピンクのところだけです、まあ。とりあえず読みます。ある日、鈴木一家は海へ遊びに行きました。鈴木さんは、僕がお菓子を取ってくる間、傘を立てていてね。これ、パラソルかな。と言いました。10分後、鈴木さんは砂の上にタオルを並べていました。 2人は興奮していました。2時間後、鈴木さんは水の中これ興奮って何かおかしいな。これワクワクしますワ。ワクワクにしようか。ワクワク。これもなんか子供っぽくておかしいけど、まあいいんじゃないかな。2時間後、鈴木さんは水の中で子供と一緒に泳いでいました。子供が寒かったので、鈴木さんは嬉しくありませんでした。そういう絵が描いてあったんでしょうね。じゃ読みましょう。One day, The Suzuki family went to the beach for a day of fun. Mr. Suzuki said, You can set up the, umbre the umbrella while I get the snacks. Ten minutes later, Mrs. Suzuki was arranging towels on the sand. They were excited. Two hours later, in the water, Mrs. Suzuki was swimming with her child. Mrs. Suzuki was not happy because the child was cold. Now,、uh, Mr. m i z れ please turn over the card and put it down. そ、so、したら、OK って言って伏せますね、カード。じゃ3番のも題でいきましょう。Some people say that social media does not really help people to connect in a meaningful ways. これは意味のある方法でって意味です。だから、ソーシャルメディアは Instagram とか、えー、っと、 Facebook?YouTube なんかもその一環なんでしょうね、きっとね。そういうものが人々を意味のある方法でつながない。あんまり意味がないっていう、役に立たないっていうか、害があるっていう意味かな。<laughs> 逆に言うとね。はい。Do you think, what do you think about that? どう思いますかこれに対して disagree でちょっと答えてみます。I disagree. Many people make friends through social media.、えー、ソーシャルメディアで、えー、たくさんの人が友達を作っています。Actually, これいいね。これ実際に入れるといいと思うよ。Actually, I have good Instagram friends.、えー、これなかなかいいでしょう。簡単でしょう。じゃあ4番いきます。Today, many companies allow employees to work from home. これは from work from home。これ自分をね、これ出るような気がするんだよね。 よく今度もう最近よくこれ出るでしょうきっとこれあの面接の中では work from home 在宅勤務だからオンラインで仕事をするって意味ですよね今ではね在宅勤務 work from home、えー、そしてあ do you think companies should let employees work from home でこれノー、no、で答えてみますねノー、no. Because communication is very important in business. In business, 仕事では。これいろんなこう使えるんだけど、これい,いにしましょう。ここはね、簡単にね。これいいでしょう。何々 is important in business. 学校だったら、in study とか、それから、in communication。あ、コミュニケーションこれやってるから。次行きましょう。これ。オンラインコミュニケーション。これね、ワークフロムホームオンラインコミュニケーションに、えっと、 オンラインを使ったので、こ点数高いと思うよ、これ。こんな簡単な、えっと、表現だけど。オンラインコミュニケーション is not enough. これもいいね。十分ではない。not enough。だから、のの時に not enough みたいなのを使えるといいと思うんだよね。なかなか簡単で、これ満点取れる答えだと思います。